こんばんは。侵害行為イニシアチブ代表のサルタサヨと申します。本日はエネルギー関係のイベントを開催をさせていただきます。6カ所再処理工場を検証するコストの視点および A 毒の事例からということで、たくさんのテーマをちょっと盛り込んだ感じのイベントにはなっているんですけれども、皆様ご存知のように、日本の核燃サイクルの計画の要となるですね、6カ所再処理工場が2022年の操業開始が目指され、少し後になるかもしれませんけれども、こういった形で操業が目指されているんですが、すいません。今まで語られてきたですね、たくさんの技術面の問題、安全面の問題、そして私ども侵害行為イニシアチブが長らく指摘をさせてきて、いただいているプルトニウムの核不拡散の問題、さまざまな問題というのは全く解決を見ておりませんで、ドイツとイギリスではですね、非常にヨーロッパの中で力のある国でして、再処理をドイツも一度は考え、イギリスも再処理大国であった過去があるわけなんですけれども、イギリスも商業用の大型再処理工場の運転についに終止符を打ったと。で、ドイツは再処理の概念からですね、とうの昔に撤退をしているということがありまして、その背景にはですね、経済性の問題というのもすごく大きくあると。こういったところで、ND の研究員の久保木、そして平野の方から、イギリスとそれからドイツの事例についてもご報告ができればというふうに思っております。それから内容に入る前にですね、1点ご紹介をさせていただければと思うんですが、今回私どもはですね、少し、数ヶ月前にはなるんですけれども、この問題について、もうすでに何年取り組んでるのかな。といっても、大島さんに比べたら全然取り組んでる年数も短いんですが、それでも、もう7年ぐらいやってきてはいるんですが、昨年末、2ヶ月ほど前にですね、こういった、今、共有画面見えますでしょうか？見えますかね？はい、6カ所再処理工場の稼働は必要かという提言を今出しておりまして、包括的検証と国民的討議をということで、政策提言を行っております。皆様にも資料の中に URL をメールで送りをさせていただいて、URL を開いていただければ見ていただける形でお送りしているかと思うんですが、こういった形でですね、日本政府に対して、プルトニウム在庫量の大幅削減に向けた具体的かつ現実的なロードマップを示し、その実効性が拡張されるまで、6カ所再処理工場の運転開始は見合わせるべきであるという1点目、2点目として、使用済み核燃料については、より経済的で危険性の少ない乾式貯蔵を優先するとともに、貯蔵能力の確保と最終処分方法の見通しが立たないでは、これ以上の使用済み核燃料の発生を抑えるという観点、視点から原子力発電所の再稼働についても見直しを検討すべきと。そして3点目として、日本政府が今、ずっとこの間取ってきている使用済み核燃料の全量再処理についてですけれども、ここが変わると大きく変わるというふうに思っているんですが、全量再処理を前提とする現行の核燃サイクルの政策と、それ以外の選択肢について、独立した立場の第三者機関による評価を実施をして、国民的な討議の場を設けるべきであるという提言をしております。これの提言を実現するためにですね、いろんな取り組み、これからも進めていこうと思うんですが、今日はその中でもイギリスとドイツの事例を学び、そして6カ所村そのものについてもコストという面で意味がある政策なのかどうかということを見ていきたいと、そんなふうに思っておりますので、ぜひ提言にもご注目をいただければというふうに思います。内容に入っていきたいというふうに思います。初めに、ND 研究員であり弁護士である久保木太一の方から、ドイツの状況についてのご報告をいたします。では久保木さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。すいません、私のパソコンのあれですね、ちょっとスペックが古くてですね、背景をちょっと設定できないので、ちょっと ND のかっこいい青い背景じゃなくて、普通に事務所から配信させていただいて、来週パソコン買い替える予定なんですけど、させていただいております。私からは、ドイツについて、の再処理の放棄に至る経緯についてお話しさせていただきます。ND 研究員で弁護士の久保木と申します。はい。私なんですけど、決してドイツの専門家では、ないんですけれども、この報告、そして、ND が不定期で発行しております、ポリシーブリーフの作成のために、
かなり勉強をしまして、まあ、そこの成果というものを本日示せればと思っております。それではちょっと次にスライド行っていただいて。はい、さて、皆様もご存知の通り、ドイツという国は10年前の日本の福島原発事故を受けて、脱原発政策を揺るぎないものとし、そして自然エネルギーへのさらなる拡大へと舵を切った国であります。ドイツの脱原発政策というものは、世界的にもかなり有名なものでして、それと比べるとだいぶ知名度としては、まあ、落ちるんですけれども、脱再処理という政策におきましても、ドイツはかなり先駆的でして、脱原発よりも先に再処理からの撤退というものを決めています。なお、日本の例から見ても明らかな通り、原発政策の根底に再処理政策というものがありますので、脱再処理というのは脱原発の鍵を握っているという、そういったものであります。こうして結果の方だけ見ますと、唯一の被爆国であり、かつ福島原発事故があった日本というのは原発に依存して、さらに使用済み核燃料に関しても全量再処理政策を取っていると。そう見ると、まあ、ドイツ脱再処理を、さらにまあ脱原発をしてドイツとはまるっきり対極にあると、そういうように見えるのではないかなというふうにも思いますが、ただ実はですね、もともとドイツと日本の原子力政策というのは非常に共通点が多く、むしろ20世紀の終わりまではあんまり差異がなかったというふうに言われています。今回の報告ではドイツの再処理政策の流れについてまず見ていった上で、さらに最後に日本との比較というのも、まあ、簡単ながらしていきたいと思っております。まずドイツの再処理政策の流れに関して報告させていただきます。次のスライドお願いします。ドイツも日本同様に第二次世界大戦の敗戦国であって、核エネルギーに関する研究が連合国による厳しい制限下に置かれていました。スタート地点に関しては日本と一緒と。そして当時の西ドイツが連合国から本格的な原子力研究開発を正式に許可されたのは、ドイツの主権回復などを定めたパリ条約が発効しました1955年のことです。その当初、原子力開発に強い関心を持っていたのは化学、電気機器、鉄鋼業界の民間会社でした。これらの会社は大量の電気を使用していたため、原子力開発に関心を持ったということです。他方で電力会社の方は最初から原子力開発に積極的なわけではありませんでした。ちなみにこれは日本の電力会社の場合もまあそうだったと言えると思います。1960年代の半ばまで原子力関連の研究開発というものは民間企業が実質的に担い、連邦政府や州政府は研究開発への資金提供や法整備を行う調整役として間接的に原子力開発に関与するにとどまっていました。しかし研究開発のコストというのは民間企業にとってはこう重たすぎる負担でした。1960年代の半ばまで民間主導の原子力開発に関わった企業、民間企業の大半はやがて原子力開発から手を引いていくことになります。そして1963年に策定されました第二次原子力計画によって、原子力開発は政府主導に転換することになります。今までの話はドイツの原子力政策全体の話でしたが、ここからは基本的には再処理に限定してお話をします。次のスライドお願いします。先ほど述べましたドイツの主権回復を定めたパリ条約の2年後である1957年、西欧13カ国の共同事業としましてユーロケミック社が発足しまして、ベルギーに最初位のパイロットプラント、すなわち試験用の工場というものが建設されました。ドイツはこのユーロケミック社に参加をしていました。その一方でドイツはやがて大規模な再処理が自国でも必要となるというふうに考えまして、フランスの国境近くのカールスルーエという土地に自前の再処理施設の WAK を建設し、1971年に運転を開始しました。ただしこれはまだ実験規模のものです。そしてこれはドイツの主力な電力会社の共同出資で設立された西ドイツ核燃料再処理会社DWK による計画でした。さらにドイツ、ベルギー、オランダの共同出資で高速増殖炉の原型炉である SNR300 がオランダの国境近くであるカルカーという市に1973年に建設開始となりました。このドイツのカルカー高速増殖炉は予定では日本の高速増殖炉であるモンジュ
と同時期である80年代に運転を開始する予定でした。しかし、カルカ高速増殖炉計画は反対運動によって中止になってしまいます。中止に至る流れを見ていきます。次のスライドをお願いします。カルカの市議会が高速増殖炉建設に同意したのが1971年です。しかし、ドイツとそのオランダの方で反対運動が盛り上がることになります。建設が開始された1973年には、これはオランダのアムステルダム反カルカ委員会がカルカにおいて1万人規模のデモを遂行しています。こうした国境をまたいでの反対運動は、高速増殖炉の計画が中止になる1991年まで断続的に続けられました。また、技術面でのトラブルも続発することになります。1984年から85年にかけて行われた燃料装荷前の機能試験において、冷却剤に使われているナトリウムの漏れなどの事故が5度も発生しました。中でも1984年11月に起きた火災事故では消防隊の不手際もあり大火災となりました。ナトリウムは空気中の水分と反応して自然発火する危険物質になります。そしてドイツは、日本とは違いまして連邦制ですので、州政府の権限がそれなりに大きくて、原子力施設の許認可権も握っています。当時カルカー市があるノルトラインベストファーレン州の政権与党は社会民主党でした。社民党は原子力の平和利用を方針としていまして、高速増殖炉計画を支持していました。しかし、こうした、先ほど紹介したような反対運動や事故などを受けまして、次第に慎重な姿勢を取るようになっていきます。そして1986年のチェイノブイリ原発事故が契機となりまして、社民党そのものが原子力反対の政策へと転じることになりまして、州政府は建設を前に進めるという許可を下さないということになりました。口述しますが、ドイツでは建設の各段階各部分で許認可審査というものがあります。そして1991年に連邦政府が正式に計画の中止を発表することになります。なお、当時の連邦政府はキリスト教民主同盟と自由党の連立政権でした。もっともこの、中止にはなったんですけれども、この間に建設費というのは高騰を続けまして、当初の建設費の見積もりは約3億5000万マルク、日本円にして約300億円が最初だったんですけども、1980年にはもう桁が変わってしまいまして50億マルク、日本円にして約4300億円となりまして、計画中止が正式に決定された1991年までで75億マルク、日本円にして約6400億円が費やされに至りました。これは本当にとんでもない金額ではあるんですが、文書に使われた金額は1兆円超えてますので、対岸の火事だとは笑えない状況だというふうには言えます。次に視点を変えまして、商業用の再処理施設に関してお話をします。次のスライドをお願いします。はい、商業用再処理施設に関しては、西ドイツ核燃料再処理会社 DWK が1977年に北部のニーダーザクセン州のゴアレーベンという場所に、計画の候補地に決定しました。この計画には使用済み燃料の中間貯蔵施設、処理能力が1400トンある大型再処理工場、さらには高レベル廃棄物最終処分場が含まれていまして、巨大な放射能集中基地を作るという構想でした。日本でいうと6カ所再処理工場のある青森県のような、そのような機能かなというふうに思います。そしてゴアレーベンが候補地に選ばれたのは、人口が少なくてかつ保守的な地域、そして当時の東ドイツ国境に近い地域だったと。それが大きな要因だというふうに言われています。しかし、そのような保守的な地域であっても巨大な放射能施設を集中させるという計画に対しては、地元農業者を中心に大きな反対運動が湧き上がることになります。反対運動の拡大を受けて、当時のニーダーザクセン州の首相であったアルブレヒトは1979年、州の主催で世界から60名以上の批判派、推進派の科学者、有識者を集めてゴアレーベン公聴会を開催しました。そしてこの公聴会のちょうど初日に3マイル原発事故が起きることになります。もともと公聴会に合わせて計画されていたデモは、この3マイル原発事故も受けまして12万人というかなり大規模なものになりました。アルブレヒト首相は公聴会のそうした学者の議論等々も
とか、まさにまあコストの話だとか、まあ、そういったものとかも、検討した結果、まあ、州議会でこの再処理工場に関して、まあ、技術的には実現可能だが連邦政府に対し再処理のプロジェクトを進めないように勧告するという再処理工場に同意しないという声明を出しました。公聴会を受けてアルブレヒトが下したこの決定はドイツの原子力政策の挫折の始まりというふうにも言われております。それでは、次のスライドお願いします。もっとも、あ、すいません、ちょっとスライドがタイミングが違ったかな、ごめんなさい、ちょっとまだ、ゴアレーベンの話が続きますが、もっとも、ゴアレーベンのこの再処理工場というのは白紙となったんですけれども、ゴアレーベンにはそれ以外の他の施設の計画というものは残ることになりました。高レベル廃棄物の中間貯蔵施設というものは、まあ、開設をされまして、最終処分場計画も進められました。その後、政府は最終処分地の選定方法について見直しを行って、まあ、計画を白紙に戻した状態からの再検討というのをしましたが、まあ、ゴアレーベンというのは候補地の一つとして残っておりまして、まあ、予断を許さないという状況が続いています。そして、ゴアレーベンの再処理工場が頓挫した後、いくつかの地域が候補地に名乗りを上げました。しかし、そのいずれの候補地においても、まあ、住民が反対運動を組織するようなことがありまして、政治家の思惑というのはついえ誘致することができないという状態が続きました。ここで、すいません、次のスライドになります。そんな中で手を挙げたのが、連邦政府の初代原子力大臣を務め、ドイツの原子力開発を一貫して推進していたシュトラウスでした。当時バイエルン州の首相であったシュトラウスはオーストリアやチェコとの国境に近いバッカースドルフに再処理工場を誘致しました。ここでできなければどこにでもできないと、ここにできなければどこにもできないと言われたほどにバイエルン州はドイツ屈指の保守的な地域です。住民のほとんどが敬虔なカトリック信徒でキリスト教系の保守政党の強固な地盤になっています。こうして1984年に人口わずか3000人のバッカースドルフ村に再処理工場が立地されることが決まりました。しかし、蓋を開けてみると、このバッカースドルフ再処理工場の反対運動がドイツにおける最大の反原子力闘争になりました。森を伐採して巨大な施設を作ろうとする計画に対し、森を守るために団結声が無数に立てられ、1986年のチェイノブイリ原発事故以降には、ドイツ国内はもとより、ヨーロッパ中から数万人規模の市民が駆けつけ、デモや建設予定地の占拠などを行いました。また、地域の教会が工場建設に反対を打ち出したことも運動が大きくなった要因の一つです。伐採予定地の森の中で、教会が建設中止を願う日曜礼拝を毎日行ったり、また日曜散歩と称し、子供連れで何百人もの人が敷地中周辺をぞろぞろと歩くといった粘り強い運動が展開されていきました。加えて、反対運動の一環として設置許可の取り消しを求める訴訟というものも数々行われました。先ほど述べたようにドイツでは建設の各段階、各部分で許認可審査が行われるということになっています。ですのでその機会を使い異議申し立てというものが行われました。訴訟では多くの人が異議申し立ての理由書というものを裁判所に提出し、その数は国内外で合計で88万通にも上ったというふうに言われています。こうした反対運動や裁判闘争というものが影響しまして、工場の放射能の規制値というものが次第に強化されていって、設計の変更というのもたびたび行うことになりました。それによって建設計画というものは大幅に遅れまして、建設費も増大していくということになりました。また、その敷地の占拠やデモなどの反対運動を抑え込むための警備費用というものもかなり膨らんでいきまして、コストを押し上げていくということになりました。そうした中で1989年に DWK の主要な出資会社である大手電力会社 VEBA がバッカースドルフ計画からの撤退というものを決定発表しました。その理由には、まあ、コストの問題がありまして、再処理価格の高騰という問題があります。工場完成時の再処理価格というものは使用済み燃料1トンあたり400万マルク、日本円にして2億8000万円と試算されていました。ですのでこれはフランスに再処理を委託した場合、1トンあたり130万マルク、日本円にして約1億6000万円というのを大きく上回ってしまうと、自国でやった方が日本円にして1億円以上1トンあたり高くなってしまうと、そういった試算になってしまったと
だったらまあフランスに最初に委託した方がいいだろうというような状態になってしまったということです。こうして強力な反対運動と経済性の問題というものが電力会社に再処理を放棄させまして、バッカースドルフ再処理工場計画というのも頓挫しました。そしてドイツでは脱再処理に向けた動きというものが加速していきます。次のスライドをお願いします。1992年末に、ドイツの最大手電力会社 WEV 社と VEBA 社の社長が連名でコール首相宛に信書を送り、このような提案をしました。使用済み核燃料の扱いは法律上直接処分のみが可能なようにする。国外の委託再処理はなるべく早く終了するようにする。ドイツの主要電力幹部からこのような構想というのが提案され、もはや原子力では儲けることはできないという経済的な側面、そして原子力に対する批判的な世論が強く、原発の新しい立地というものも思うようには進まない、そして将来のエネルギー構想を守らないというような事情というものが、まあ、この中にはあります。そしてその中で電力会社はこれ以上ダメージを受けないでどうやって原子力から撤退しようかという、そういった方法を真剣に考え始めたということです。他方ドイツの原子力法には当時使用済み核燃料の再処理を義務付ける規定というものがありました。これは日本にも同様の規定が、まあ、あります。そしてドイツの電力会社はこの再処理しなきゃいけないという規定をイギリスやフランスへの委託再処理によってクリアをしていました。しかし経済性の問題からもう電力会社としては再処理そのものを放棄したがるようになりまして、市民の方からも再処理を義務付ける原子力法を改正すべきだという議論が広がっていきました。そして1994年の7月にドイツの原子力法が改正されまして、電力会社は使用済み燃料を再処理するか、あるいは再処理せずに直接処分をするかというのを選べるように、まあ、選択制になりました。そしてこの原子力法の改正の直後に電力会社はイギリスに委託していた使用済み燃料の、まあ、再処理の委託のうち未処理分に関して違約金を払ってもうキャンセルをすると、そういうことになっていきました。このようにしてドイツは再処理の放棄、その国内の工場も放棄し、まあ、海外への、まあ、委託というところも放棄をするというふうに至っていきました。まあ、その地域住民や市民の粘り強い反対運動、そしてそれに合わせてどんどん明らかになってきた膨大なコストというものが核燃料サイクル計画からの撤退を決定させたというふうに言えます。それでは、次のスライドお願いします。はい、それでは、最後に日本との比較というものを試みたいと思います。日本とドイツは共に第二次世界大戦の敗戦国であって、20世紀の終わりまでは両国の原子力政策にはほとんど違いはありませんでした。また原子力施設の建設予定地が経済的に弱い過疎地域であって、地域経済活性化という名目で施設が誘致されていったこと、そして地域住民が比較的保守的な人々であった点といったことも日本とドイツで類似しているところです。しかし、結果的には、まあ、広範な住民運動が巻き起こって再処理を放棄したドイツとは対照的に、日本は未だに再処理に後退し、6カ所再処理工場稼働に向けた動きを進めています。なぜ両国はここまで異なる道筋を歩んでしまったのか、ここでは4つの視点から考えてみたいと思います。スライドお願いします。はい、まず日本とドイツとでは原子力に対する意識の違いというものが、原子力、まあ、さらに核に対する意識の違いというものがあるのではないかというふうに、まあ、そうかもしれないなというふうに思っております。日本は唯一の被爆国ですが、多くの人はこの核兵器と原発というものはあまり結びつけて考えず、なんか別のものとして認識してるんじゃないかと、まあ、そういったようなところとかが、まあ、思うところです。そして、2つ目に原子力施設に対する許認可システムの違いというものが挙げられるかもしれません。日本では政府が許認可権限を有していると。それに対して連邦制のドイツでは州政府が許認可権を有しており、強い自治権を有する州政府が国策を拒否するということもドイツではしばしばあります。そして3つ目に、まあ、2つ目とも関連するんですが、訴訟の機会が多いということが挙げられるかもしれません。ドイツでは建設工期を細かく分けて部分認可を出していくという仕組みになっています。そのため反対派は建設の各段階各部分で訴訟を起こすことができる。
言い換えれば司法判断の機会が多いというふうに言えます。この度重なる訴訟と司法手続きによって工事はこう中断すると。そしてまたこの訴訟での審議をもとに、まあ、安全規制というのがさらに強化されていくために費用が増大していく。そしてそれが建設断念につながっていくと、そういった流れが、まあ、ドイツでは、まあ、あったというふうに見えます。そして4つ目なんですけど、これあの極めて重要な点だと私は考えていますが、ドイツでは政策の決定過程において市民参加というものがある程度保障されています。それが政策変更につながったのではないかというふうに思っています。日本では関係者のみが、まあ、いわゆる密室で政策を決定して、そして推進していってしまうと。これに対してドイツの方では、例えばあの先ほどゴアレーベンのところであったんですけど、ゴアレーベン公聴会のように、まあ、重要な政策や巨大な開発というものに関しては州政府が主導する本格的な公聴会というものが開かれまして、そこでは市民も参加した上での議論というのが行えることになります。また許認可については、まあ、先ほどありましたが訴訟を通じて、まあ、市民だとかいわゆる対抗専門家といわれる、まあ、原子力に批判的な専門家が意見を表明する公の機会というものが多く設けられています。またちょっと政治のレベルを見てみましても、ドイツにおいては社会運動から生まれた政党である緑の党というものがキャスティングボートを握っていると、まあ、かなりあの大きい、日本と比べても大きい政党としてもあると。そして、この原子力問題やその国政、原子力問題というものを、まあ、その選挙の争点、国政とか地方選挙の争点に押し上げると、そういった役割を果たしておりまして、それが政策変更につながったんじゃないかという部分があるかというふうに思っています。さらにドイツでは連邦と州という、まあ、連邦や州だけではなく、政党だとか電力会社、さらに住民団体といった利害関係者が、まあ、参加する交渉枠組みであるエネルギーコンセンサス会議というものが繰り返し開催されました。そしてこのそうしたエネルギーコンセンサス会議の場で原子力施設の政治的経済的なコストの大きさというものがどんどん次第に明らかになっていったと。そのことも核燃料サイクル計画からの撤退を決定づけたのではないかというふうに思っています。もちろん日本とドイツとではさまざまな政治文化の違いがありまして、すべてを、まあ、そのドイツのすべていいところを真似るべきだというようなふうには、まあ、言えない部分もあるんですけれども、まあ、今後再処理や高レベル廃棄物問題など原発のバックエンド政策を判断する上では参考にすべき点は多いのではないでしょうか。あの私からの報告は以上です。はい、ありがとうございました。あの大変興味深くあのいろいろ勉強させていただいたかなと思うんですが、拍手マーク出してくださっている方どうもありがとうございます。非常に勉強になりました。あの4つの違いということだったんですけれども、核兵器と原子力の、まあ、認識の違いはあるにせよ、日本では核兵器の、まあ、戦争で使われた唯一の被爆国でもあるにもかかわらず、ドイツの方がそれを拒否するっていうのもどういったことかなとか、訴訟の機会が日本で多くなると、私弁護士なんですけど、日本の裁判所は原発会社の方を任す判決を書くことになるのかなとか、 まあ、あと州制度っていうことで、まあ、地方自治が強いってことだと思うんですけど、まあ、日本の場合沖縄に象徴されるように地方自治が、まあ、あの本来は平等であるにもかかわらず、まあ、どこかの知事に対してあの国政の政治家を注意しますみたいなことを最近も言ったりもしてましたけど、まあ、そこは圧倒的に違ったり、まあ、連邦、ドイツ連邦ですからねっていう違いがあったりするのかなとか、まあ、いろんなところこの一つの問題を通じても国のあり方の違い、司法制度の違い、行政制度の違いみたいなことにも頭をいろいろ、まあ、あのこう思いやあのあちこちに思いをいたしたりしたような機会があったんですけど、またあの対談の後、後ほど質疑応答のところでまた質問がある方はぜひ出していただいて、あの深めていければというふうに思っております。では次ですね、あのイギリスの方に移っていきたいというふうに思います。イギリスも再処理といえばイギリスとフランスだったわけなんですけども、そのイギリスの核燃料サイクル再処理工場が、まあ、破綻をしたというところの報告をいただいてですね、こちらもまたあの日本の何か指針になるのではないかなというところを学んでいければと思います。ではあの ND 研究員平野敦樹さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、サルタさんありがとうございます。 ND 研究員の平野です、よろしくお願いします。資料こちら今映して、いただけますかね。
ありがとうございます。今回はイギリスで核燃料サイクルが破綻した経緯を振り返って、イギリスにおける再処理の問題や再処理から撤退することになった要因を浮き彫りにしていきます。またイギリスの再処理政策は日本の核燃料サイクル政策、特に6カ所の再処理工場とも深いつながりがありますので、イギリスの事例が6カ所の稼働開始を問い直すきっかけの一つになればと思います。次のページお願いします。今回の内容ですが、はじめにイギリスが再処理を推進した背景をお伝えします。続いてソープという名前の70年代に建設が始まって90年代に操業開始した大型の商用再処理工場があったんですけども、こちらについて日本との関係も含めてお話をします。このソープですが、収益が上がらないことから2018年に操業を終了しました。とはいえこれまでの運転でももたらされた放射能の汚染は残り続けます。でまたイギリスでは再処理をした結果、大量の余剰プルトニウムを抱えているんですけれども、最終的な処分方法は決まっていません。今回はこのような放射能汚染と余剰プルトニウムの問題についても触れていきます。そして最後にイギリスの事例から日本の核燃料サイクルの計画を問い直してみたいと思います。次のページお願いします。イギリスは戦前から原子力利用の研究開発に着手して、原子力先進国の一つとして原子力産業の拡大を目指してきました。そしてイギリスは1947年核兵器の製造を目的に北西部のカンブリア州に再処理工場をはじめとする一連の核施設を設置することを決めました。左下の地図にある通り、この場所はセラフィールドというところです。右下にあるのはセラフィールドの施設全体の写真です。でイギリスは1952年核実験に成功して、アメリカ、ソ連に続く核兵器保有国となりました。次のページお願いします。イギリスはマグノックス炉という原子炉を開発して、世界で初めて商業発電を開始した国です。マグノックス炉は天然ウランを燃料としていて、核兵器用のプルトニウムを生産することに適していて、軍民療養の原子炉です。スライドの右側にある通り、イギリスは当初から核燃料サイクルの方針を掲げていました。核燃料サイクルでは使用済み燃料から抽出したプルトニウムを高速増殖炉 FBR で利用していきます。この政策の一環として、スコットランドのドーンレイという場所で1950年代には FBR の実験炉が、70年代には原型炉が運転に入っています。核燃料サイクルの方針に沿ってマグノックス炉の使用済み燃料を再処理するための工場も1964年に操業を開始しました。またイギリスはマグノックス炉の後継として AGR という原子炉を開発しました。で、AGR は濃縮二酸化ウランを燃料とする原子炉で、イギリスはこの AGR 用の再処理工場も開設したんですけれども、こちらは1973年に放射能が漏洩する事故を起こして閉鎖されることになりました。次のページお願いします。そこでイギリスは新しい大型の再処理工場を建設することにします。これがソープです。ソープは酸化ウラン燃料用の商用再処理工場です。1970年代同じ頃にイギリス以外にも日本やドイツを含む、ここにも書いてある国などが核燃料サイクルの方針を掲げていました。ただこれらの国々は原発から発生する使用済み燃料の持って行き場に困っていたんです。これはなぜかというと、自国の再処理工場の再処理能力が小さかったり、工場の建設がうまくいかなかったからです。またこれらの国々は軽水炉というアメリカが開発した濃縮二酸化ウランを燃料とする原子炉を導入していました。で、軽水炉は世界の主流メインストリームな原子炉だったので、そういう意味ではマグノックスや
AGR を開発したイギリスの原子力産業は世界の原発市場においては振るわなかったのではないかなと言えます。でそこでイギリスは国内の AGR だけじゃなくて海外の軽水炉の使用済み燃料も再処理できる施設としてソープを建設することにしたんです。でこの時イギリスは再処理ビジネスというものを計画しました。これは海外の電力会社がソープへ再処理を委託するもというものです。イギリスとしてはこの再処理ビジネスでソープの建設資金を調達しようとしました。でさらにこのビジネスを通じて世界の再処理市場で優勢な立場になろうとしたんです。で今日は触れないんですけれども同じ時期にフランスも再処理ビジネスを立ち上げたことを付け加えておきます。使用済み燃料の扱いに困っていた電力会社にとってソープという工場は原子力発電の生命線のようなものでした。なぜかというと使用済み燃料が搬出できなければ原発の運転は止めるしかないからです。こうした弱みがあったためかこのビジネスの契約はイギリスに有利な条件となっています。例えば工場の建設費は前払いであったりこちらに書いてあるもろもろの費用も顧客が契約料に応じて分担するというものでした。でまた再処理で回収されたプルトニウムとウランだけでなく再処理で発生したすべての放射性廃棄物も顧客が引き取るという条件でした。でこうした顧客にとって不利な条件でも海外の電力会社としては自国の国内の原発を運転し続けるために契約せざるを得なかったんです。次のページお願いします。で一方でイギリスの電力会社はコストが高くつく再処理には消極的でした。したがって建設費の大半は海外の電力会社が負担することになったんです。中でも日本はこちらの数字にありますようにベースロードつまりソープの第1期分の委託分の約 38% を占めていてこれは顧客の中で最大になります。つまりソープの建設費の4割近くは日本の電力会社すなわち私たちの電力料金によって賄われていたんです。でそのためソープはジャパンプラントとも呼ばれたくらいです。で次のページお願いします。日本の事情にも簡単に触れます。日本政府は全量再処理を方針としています。で日本では茨城県に設置された東海再処理工場がありましたがこちらは規模が小さく日本の原発から出てくるすべての使用済み燃料を再処理する能力はありません。で加えてこちらの工場は核拡散を懸念するアメリカ政府の圧力によってなかなか運転を開始できずにました。ただ原発の使用済み燃料は日本の国内で溜まっていきますので日本はイギリスとフランスへ再処理を委託することで原発の運転を継続しました。一方でアメリカも初めは核燃料サイクル政策を掲げていました。しかし1974年インドが行った核実験をきっかけに方針を変えています。インドが核実験で使った核爆弾は民生用研究炉の使用済み燃料を再処理して抽出したプルトニウムを使って作られた核爆弾だったんですね。ですのでアメリカ政府としては発電用の原子炉から取り出されたプルトニウムが核兵器に利用されてしまったこの点を危惧して核燃料サイクルを推進する他の国々にも方針の転換を迫ったんです。でアメリカは日本にも核燃料サイクル政策の見直しを要求して日本の海外再処理委託についても難色を示していました。日本とアメリカは日米原子力協定を結んでいて日本の原子力政策はアメリカの影響を強く受けます。ただこの時は日本はアメリカ政府と粘り強く交渉して最終的にアメリカは日本の再処理を承認しました。アメリカの原子力産業は日本の原発にも核燃料を提供しているんですね。ですのでアメリカが日本の核燃料サイクル政策をこの時許可したのはアメリカの原子力産業の利益も一因したのではないかと言われています。
で、こうして日本はソープとフランスの再処理工場に使用済み燃料を搬出しました。海外で再処理をして時間を稼ぎながら、その間に国内に大型の再処理工場と高速増殖炉を建設する算段があったんですね。で、その再処理工場と高速増殖炉というのが、青森県の6カ所再処理工場と福井県の門司のことです。次のページお願いします。次にソープの創業で明らかになった再処理の財政リスクについてお話しします。ソープは運転開始から閉鎖までの25年間で約9500トンの使用済み燃料を再処理しましたが、事故やトラブルが非常に多く続いていて、建設費や創業費用は膨らみ続けました。年間の処理量の平均は400トンで、当初目標とされていた1200トンには遠く及ばず、再処理ビジネスの収益は当初の想定をはるかに下回るものだったんです。で、またソープの計画が立ち上がった70年代から現在までに、イギリスを含む多くの国々が再処理から撤退して、使用済み燃料を直接処分する方針へ転換しています。イギリスの政府も新設される軽水炉の使用済み燃料は再処理しない方針です。したがってソープの2期目は海外の電力会社からの契約が集まりませんでした。日本の場合は再処理は続けていたんですけれども、6カ所の建設を進めていたのでソープとの契約はしなかったんです。その結果、ソープは2012年残っている契約分の再処理を最後に操業を終えるということを決定しました。そして2018年に操業が終了して廃止措置に入りました。高速増殖炉 FBR も閉鎖されて、ドンレイにある FBR 用の再処理工場も閉鎖されています。で、加えてセラフィールドにあるマグノックス炉用の再処理工場も今年中に閉鎖される予定です。ですので、つまりイギリスは再処理から全面的に撤退したということが言えます。次のページお願いします。次は再処理によってもたらされた放射能汚染の問題に触れたいと思います。セラフィールド核施設の周辺では小児白血病、白血病は血液のがんですね、の多発が確認されています。原因は解明されていませんが、さまざまな可能性が今まで調査検討をされてきました。そのうちいくつかの可能性をこちらに挙げています。例えば再処理工場から放出された放射能の可能性も指摘されていますし、セラフィールドの核兵器用のプルトニウム生産炉で1957年に火災があったのですが、その時に漏洩した放射能の影響も調査されています。あと、放射能汚染された地元の食べ物による体内被曝でしたり、セラフィールドにはさまざまな地域から労働者が集まっていたので、よそから持ち込まれたウイルスの可能性も指摘されていました。で、こちらの白血病の問題は調査は今も続いていますし、放射能と小児白血病多発の因果関係を立証するのは簡単ではないと思います。ただセラフィールド周辺で、まあ、こういった小児白血病が多発しているという事実があるということをお伝えします。また再処理工場は原発よりもずっと多くの種類の放射能を大量に放出するんですね。かつてイギリス政府が定めていた放射性廃液の放出規制値というものは極めて緩いものだったんです。で、そのためセラフィールドの再処理工場から放出された放射能によって、アイリッシュ海から北極海にかけて、広い範囲が汚染されてしまったんです。で、アイリッシュ政府や北欧の政府はイギリス政府に対して、まあ、この問題について、排出ゼロ、ないし工場閉鎖というのを要求したほどです。で、その後は規制値が強化されたこともあって、
放射能の放出量は大きく低減されました。ただ残る問題として、長い寿命を持つ放射性物質の問題があります。セラフィールドの再処理工場から放出されたプルトニウムは累計500キロ近くとされています。でそれはアイリッシュ海の外の海や外海には拡散されないで、アイリッシュ海にとどまっていると言われています。で実際セラフィールド周辺の海岸線ではプルトニウムが変化してできる放射性物質アメリシウムが検出されています。でこのような長寿命の放射性物質による汚染は今後何世紀にもわたって、人々の健康を脅かすことになります。でセラフィールド再処理工場の場合、通常の運転で放出された放射能が多かったので、周辺の環境が汚染されました。6カ所の再処理工場では、まあ、そうはならないという見方もあります。ただ福島の原発事故がそうであったように、大きな事故が起きて大量の放射能が撒き散らされるリスクがあることは否定できないのではないでしょうか。次のページお願いします。イギリスにおける余剰プルトニウムの問題についても触れておきます。イギリスは現在約139トンの民生用プルトニウムを抱えています。このうち海外から再処理を委託されて抽出したプルトニウムは委託国に返還される契約となっています。イギリスにある約139トンのうち、イギリスの分は約110トン、右下にある通り約21トンは日本のものです。イギリスが抱えるプルトニウムの処分方法については今は具体的な目処は立っていません。イギリスの高速増殖炉はすでに閉鎖されていますし、プルトニウムとウランを混合させたモックス燃料の利用もありません。地層処分などの方法も提案はされているんですけれども、具体的なプルトニウムの処分方法は決まっていない状態です。であとですね、イギリスは国際法上の核兵器国です。したがって大量の余剰プルトニウムを保有していても、日本ほど世界から厳しく見られることはありません。しかしプルトニウムを保管し続けるにはコストもかかりますし、さまざまな危険と隣り合わせの状態が続くことになります。次のページお願いします。最後のページになります。これまでお話ししてきたイギリスの事例は日本の核燃料サイクル政策、特に2022年に運転が開始される予定の6カ所再処理工場に対して、まあ、いかなる警鐘を鳴らしているのでしょうか。ここで見ていきたいと思います。イギリスでは再処理が進むにつれて、その経済性や環境性の問題があらわになっていきました。かつては多くの国々が核燃料サイクルの実現を目指していたんですけれども、コストが高いなどの理由でイギリスをはじめほとんどが再処理から撤退しています。そんな中、日本政府は世界の潮流に逆行するかのように依然として再処理とプルトニウムを利用する計画を推進しています。さらに日本政府は電力会社が財政リスクの高い再処理事業を放り出さないように、2026年に電力会社に再処理を貫徹させるように拠出金を課す制度を導入しました。ソープの場合、建設と運営費用の大半を海外顧客が支払うお金で、賄いました。しかし6カ所再処理工場の場合、こういった費用は日本の電力消費者、私たちが将来にわたって、負担することになります。加えてこれまでのところ再処理で発生する高レベル放射性廃棄物、いわゆるガラス硬化体ですね、これらの最終処分地も決まっていません。その上、日本は約45トンの余剰プルトニウムを抱えています。用途が決まっていないプルトニウムを大量に保有していることについては、安全保障の観点から世界から厳しい目が注がれています。こうした状況で6カ所再処理工場の稼働開始を許せば、現世代や将来世代に対して大きな負担を強いることになると言います。それだ
けでなく国際社会においてもさらなる圧力を引き起こす可能性もあるのではないでしょうか。ですので私たちは今ここで一旦立ち止まって6カ所再処理工場の必要性を問い直すべきではないでしょうか。コストの問題も含めて日本の核燃料サイクル政策に伴うさまざまなリスク問題を明確にした上で多様な視点から議論することが求められていると思います。私からの報告は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。イギリスほどの再処理国大国が、その再処理をもう完全にやめたと脱退したということ自体を、そこにジャパンプラントとも言われた、日本の関与もしていた日本がですね、これから再処理を始めようとしていく、新たに始めようと言ってもいいぐらい始めようとしているということについて、改めて日本の私たちはその意味みたいな、再処理をやるということの意味みたいなものをイギリスの例からも考えていかなくちゃいけないんじゃないかなと、そんなことも思いながら考えていました。ドイツとイギリスについて、特に取り上げて、フランスも当然やっているんですけれども、ND のその意図としてはですね、当然ながらヨーロッパの経済大国である、2カ国で、しかも最初の両方ともやろうとして同じような道を歩んでたドイツで、それをやめる過去があり、イギリスでもやめてという中で、何かそこに今の置かれている日本の状態が学ぶべきところがあるんではないかということで、この研究をこの1年ぐらいずっと続けているんですけれども、ぜひですね、今日たくさんの本当に登録の時は25名ぐらいのメディアの方が参加をしてくださるという形になって、実際何名ぐらい来ていただいているのか分かりませんけれども、もうすでに取り上げてくださっている方もいらっしゃると思います。国会議員の方も今日たくさん参加をしてくださっているんですが、ぜひですね、そういった過去の先例からですね、日本学べるところもたくさんあるかなというふうに思うので、あちこちの場面で取り上げていただければ大変嬉しく思っております。私たちも発信も続けていきたいというふうに思います。ではですね、お待ちかね、ずっとお待たせして申し訳ありませんでした。大島健一教授の方から、コストの点についてお話をいただければというふうに思っております。大島さん、どうぞよろしくお願いいたします。こんばんは、大島です。よろしくお願いします。はい、で今日はですね、再処理のコストとその負担ということで、一番言いたいのは、私はめちゃくちゃ無責任に見えるので、その無責任の構造をコストの面からちょっと見ると、これ原子力に共通してるんですね。原子力に共通していて、どこを切ってもこんな感じで出てくるので、最近私無責任の構造っていうようになったんですけども、初めからそう思ってるわけじゃないんですが、見てみると大体そうなってるんですね。でどんなことかっていうと、後で議論したいときも、一つは無謀な計画を立てるんですね。達成できない課題な、あ、課題が間違ってます。すいません。課題が、大きすぎるってことですけども、大きすぎる目標を設定します。で、二つ目はですね、で、その後失敗するんですけども、失敗を認めずに、あるいは認めないか、失敗を見ない。で、三つ目は、じゃあ失敗したら普通対策するんですけども、根本的対策を取らない。で、4つ目は、じゃあいよいよまずいなって思った時に、意思決定した主体が不在になってるか、責任を取らないんですね。で、原子力ってね、非常に長いスパンをやるので、例えば最初で今決定しますと、やりますって言った、あとに、これからちょっとお話しするようなコストの面は、必ず数十年後に失敗がわかるんです。なんでコストで、その安全面でもね、多分出てくると思うんですけども、コストは必ず法則が貫徹するんですね。不足したら誰か払わんといかんっていう。だからすごくわかりやすいんですけども、法則貫徹するんです。100円のもん買ったら100円払わなあかんっていう、これが資本主義原則なんで、貫徹するんですけども、それは数十年先だったりするんですね。だからその責任、意思決定した主体、例えば何とか委員会とか、その人たちは全く責任取るつもりないっていうか、できないね。そういう構造をとってます。5つ目は、最終的にツケを誰かに回す。
で、それ大体普通は国民とか次世代、特に私は深刻だなと思うのは、次世代に、まあ、なんかこの無謀、無反省、後回し、免責、規制というのが原子力の無責任の構造だというふうに思っています。で、あとですね、すみません、こんな話をする前に、何が言いたいかだけちょっと先に言ってた方がいいと思うんですけども、あと、それが見えないんですね。めちゃくちゃ見えない。見えにくい。私も非常にわからない。めちゃくちゃたくさんの主体が出てくる。で、それが、非常に複雑な構造をとっている。で、責任を分章してるんですね。業務を分章してるんです。あとで申し上げますけど。あとですね、情報がですね、不都合な情報を作らないか、あっても出てこない。あっても隠すんです。ね。後で申し上げますが、再処理機構に、再処理機構っていうのは国、再処理を実施する機関なの。ね。だけども、あそこの、意思決定機関である理事会だったか、評議会って忘れましたけど、あそこにの、議事録を取ろうとすると拒絶されるんです。何が議論されてるかさっぱりわからない。そういう構造をとってます。だから、その、あるのかないのかもわかんないし、あっても隠す。あと、不十分な情報公開。まあ、それ非常に似てますけれども、公開されたとしても非常に不十分なの。で、重要な情報ほど市民がアクセスできないっていう。もうね、無責任と不可視っていうのが、原子力の、まあ、非常に中心的な課題ではないかなというふうに思ってます。はい、で、まず話していきますが、何喋るかっていうと、まあ、一つは盗作したプルトニウム。まあ、これも、その前の先生方のお話で大体あれなんですけれども、話します。二つ目は再処理工費用がですね、足りんのかっていうお話ですね。お話をします。で、三つ目は、目的自体が、まあ、だんだんよくわかんなくなってきたっていう話。で、四つ目がですね、原子力規制委員会一体何してるのかと。経理的基礎っていうのを審査してるんですけども、どういう審査なのかっていう話、ね。で、五つ目は、まあ、さっきも言いました、責任の分章と無責任の行為。まあ、先に言っちゃいましたけども、そういう話をします。で、盗作者プルトニウム利用ですけども、これはもう、皆さんご存知のように、再処理何のためにするのかって話で、さ、はじめはですね、効率的、まあ、プルトニウムを取り出してリサイクルするっていうことが、そもそもあったんですけども、だんだんですね、意味違ってきていてですね、いかに消費するかっていうことが目的になってきて。何のためにやってるかわからんって。増やす、余剰のプルトニウムを持ってはいけないので、増やさない、消費量をできるだけ確保するってわけわかんない話に、どんどんなっていくわけです。で、なんでかっていうとですね、この原子力委員会で、管理されている、まあこれ去年の8月なので、どれぐらいのプルトニウムがあるかっていう量なんですけども、これを超えない、大きく超えない、まあ量で制限しないといけないって言い始めたんです。増やさない。だから作っちゃうと燃やさないといけないっていう話になっちゃって、何の話、だから一生懸命余計になるんじゃないかって話ばっかり最近されるようになったんですね。で、例えばこの国会のですね、議事録取ってみると、語るに落ちるなんですけども、保有量の削減に取り組むとかね、今あるプルトニウム燃やしていかなければいけない。燃やすために作ってるみたいな。意味わかんないんですけど、消費ができる、消費ができる、消費ができます。だから余りませんってことになって、じゃあ作らなきゃいいじゃないかって話が出てこない。だからMOX はもう もはや経済的だからやるっていうよりは、できちゃったものを燃やすためにやるようになっちゃってると。プルトニウム利用ですね。そんな風になってきてて、もう非常に盗作してます。逆立ちし始めてるという。まあ、もともと逆立ちなの。逆立ちしてます。じゃあそういうことで、じゃあ費用はどうなるんですかって話をします。で、先ほど話も出てましたが、今は、こういう、昔はですね、原子力事業者の事業だったんですよ。はい。だから原子力事業者が出資して、日本原燃作って、まあ、
役員はみんな電力会社、今もそうなんで、そうなんですけど、電力会社の、まあ、人たちで、で、構成してて、まあ、なんて言うんでしょうね、電力会社が共同で作った子会社っていうか、原子、再処理部門みたいな、合同会社みたいな感じで、お金をこう、積み立てては、費用を払うっていうふうにしてたんです。だから民間の事業なんですね。民間の事業の基本は。国が定めるけども、まあ民間がやるっていう。だけどですね、最終的にこれ電力自由化の中で、そうも言ってられなくなってきたんですよ。次々こうお金がね、動いてもないのにお金だけ食ってきますから、どうするんだと。だから電力会社が一生懸命支えてたんですけども、増資したりして。あと、その、再処理してもないのに、前払い金という形で再処理費用を払ってんです。そういう奇妙なことをやってたんです。まあ自分の会社でやってるわけだから、まあまあ別にいいんですけども、そういうことをやってた。だけど、いよいよ電力自由化の中で、この重たいね、再処理がもう続けられなくなる可能性があるということで、普通やめとけよって話なんですけども、普通は、資本主義の中でもう成立しない事業をっていうのは普通は成立しない。あ、かわいそうだけど潰れるしかないわけです。ね。これは普通の資本主義社会、市場社会。だけども、ここで国が出てきて、全く違う仕組みにしたんですね。国の事業にして、使用済み再処理機構が実施すると。で、それが、まあ、原子力事業者から拠出金を集めて、で、再処理機構が日本原燃にお金を渡すと。で、原子力事業は拠出金さえ出せば、あとはもう、再処理の事業からは解放される。そういう形になりました。ね。じゃあ、この人たちは解放されたからといって、再処理のお金が足りなくなるとかっていう、苦しいってことには変わりはないわけなんですけども、じゃあそれどうなってんのかっていう話なんですけども、じゃあ、まあ発想はですね、じゃあ一体いくら足りなくなるんだという話を、計算というか、まあ考えようということで考えてみたわけです。ね。で、結論からちょっと申し上げると、48ページ目にですね、こんなやつがあります。計算の仕方はちょっと後で、まあ、はしょりながら喋りますので、まあ、そうなんだな、ぐらいに思っておいてくれたらいいと思うんですけども、41と48、これ本当は一つの表なんですけども、ちょっと切っちゃってるんですけども、41だったかな。再処理では、大体ですね、これから原発全期再稼働しても、2兆6000億ぐらい。これは億です、単位。ね。で、今の9期再稼働してるような状況だと、まあ、5兆7000億円ぐらい、再処理だけで足りなくなるよと。はい。だから、これからこれの間なんですね。わかりますね。今、9期再稼働してて、使用済み核燃料どんどん出てますと。で、それで、やるっていうプルトニウムだと、まあ、プルトニウムの量が少ない、使用済み核燃料の量が少ないので、6ヶ所再処理工場が、操業できる量が少なくなるんですよね。だから、入ってくるお金が少なくなるので、5兆7千億円ぐらい足りなくなる。で、もし、今ある原発、まあ、再稼働申請してるような、ところが全部再稼働。まあ、このことは、まあ、電力会社多分考えてもないんですけども、全部再稼働しても足りない。足りないっていうか、2兆6000億円ぐらい足りないんじゃないかっていうふうに思います。これ再処理です。ね。で、プラス、木数字、加工って燃料を作る、ところがあるんですけども、それが大体ですね、これぐらい9000億とか、まあ、最大1兆2000億とか。だからさっきの額にこのお金を足したら、最大ですね。まあ7兆円ぐらい。これうまくいってるって話ですよ。うまくいってる話。うまくいって最大7兆円ぐらい。で、うまくいってじゃないや。うまくいって3兆5000億ぐらい。で、
ちょっと今再稼働進まなければ6、7兆円ぐらいの、不足分が出ますよと。そうじゃないかなっていうふうに思われるわけです。で、この再稼働っていつですかって言ったらですね、4月から全部再稼働って言う。このシナリオ1っていうのは、一番原発にとって有利な、あれです。2021年4月に全機再稼働。まあ、しろって言ってるんじゃないですよ。しろって言ってるんじゃなくて、全部再稼働した場合に、使用済み核燃料がバンバン出てきて、そのお金も回収できるという状況、ね。まあ、もし実現したとして、で、全部、まあ、滞りなく40年とか寿命通りずっと全部動いたとして、どれぐらい足りなくなるかっていうのはこの。で、9機しか結局動きませんでしたと。まあ、そんなことは多分どうなるか分かりませんけれども、なると、まあ、これぐらい足りない。いうようなことが、大体そうなんじゃないかっていうようなことです。で、あらかじめ申し上げておくと、この細かい数字にそんなに大きな意味はありません。まあ、要するに計算してみたら、まあ、それぐらい出たっていうだけで、もともとがラフなので、めちゃくちゃラフですから、この3兆5825億円みたいな、こういう細かいところに意味があるんではなくって、大体3兆とか4兆ぐらい。こっちも7兆円ぐらいっていうふうに理解しておいてもらうと、一番いいかなというふうに思います。で、そのなんでそうなるのって話をちょっと、メインにお話ししようと思います。じゃあ、あと何してんだって話になるので、あらかじめちょっとそれを頭に入れておきながらやりたいというふうに思います。でですね、だいたいこれで、言いたいことっていうか、とりあえず言わなきゃいけないことは言ったんですけども、ちょっとお話をしていきます。じゃあ再処理の費用について、じゃあどうなってるんですかと。ね。まあ、これさっきの計算の話はちょっと、後で結論として出てくるんだなと思いながら考えていただくと、どんどん増加してます。はい。で、なんでかっていうとですね、設備投資がその要因です。ね。新規制基準対応と、その他の設備投資なんかが要因でどん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 増えてると。あと1年を、伸びるごとにまあ1000億円ぐらいとか、まあ、それぐらいずつ、お金が増えてるっていうような話ですね。費用がですね。で、もともとの再処理っていうのは、40年間で全部費用を回収するというモデルでした。だから、それをそこから考えて、計算してみましょうって話。なんでかというと、全部そんな、使用済み核燃料が出てこなくなってきてるからです。なぜならですね、今の原発全部運化したとしても足りない。3万2000トンなんか出てこないんです。じゃあどうなるんだろうかっていう発想。もともとはですね。で、もともとはですね、800トンを、1年間800トンずつ使用済み核燃料を、再処理して40年間、操業しますよっていう。ことを一応前提にしていました。はい。で、今どれぐらいになってきてるかっていうのをこの、表でですね、これ私が作ったものですけれども、今ですね、再処理事業で13兆9400億円。これ、どこだっけ？再処理機構が言ってるお金です。まあなんかね、少しずつ少しずつ上がっていくんですよ。結構上がりますよ。で、あと、MOX 加工燃料で2兆3300億円。はって思うかもしれませんが、結構な額ですよね。で、じゃあ、どんな風になってきたのかっていうと、次のところで、で、まあ、簡単に言うと、2004年から2兆4000億円増加、2011年からすると 1.7 兆円増加してる。ね。なんかね、原発の場合は、兆円単位で増えるので、なんかね、感覚おかしくなるんですけども、こんな事業はないですよ。どん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 増えるんでね。で、あと、MOX だと3兆5000億円増えてるんですね。2004年から。2011年の時にはなかったので、もともと2004年に電磁連が言ってたお金からすると3兆5000億円。だからどん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 増えてるって。で、さっきも言いましたね、800トンずつ、初めはちょっとね、少しずつ再処理して、800トンずつやって40年間。じゃあ、本当に40年ですかって言われると、みんな40年って言ってるんです。
ね、だからどこにその根拠があるんだろうなって探してもみんな40年って言って、しかも政府もそういうグラフ書いてるんで、まあ、そういうことなんだろうなと。で実際事業計画書も、平成ってもうだんだんわけわかんなくなってきますけども、2031年ぐらいまでは800トン、まあ、ずっと40年がずっというふうに考えている。でどうやって計算するかっていうとですね、何してるかっていうと、これからですね、あんま時間もない、一つはこれから入ってくる収入額を計算します。であとそのじゃあそのそれに対して支出額がどれぐらいあるのか、でその収入額と支出額の差を計算すれば、足りるのか足りないのかも分かるというものです。でその収入額はシナリオ1から3、さっき申し上げた前期再稼働から、ね、今、なんだっけ、再稼働申請しているところと、あと、旧期再稼働、まあ、3つぐらい、ね、その間に収まるはずだっていうことで、で、そのシナリオに沿って使用済み核燃料の量を推計して、まあ、1つずつ見ていくんですね。で、大体滞りなく40年。何の事故も起こらずにっていう。で、あと、それに拠出金単価をかけて収入額を推計します。これが収入の、計算ですね。で、あと積み立ててるお金もあるので、その6箇所再処理工場をこれから動かしたときに、6箇所再処理工場を動かすことによって得られる収入を計算してる。で、2つ目は、費用の方は何かっていうと、設備投資額とか創業費用、これからかかってくるんですね。で、3.8 兆円も設備投資額で使っちゃってるので、これは減ることはないと、ね。で、創業費用は 7.5 兆円なので、創業率、要するに稼働率によって、出てくお金も違うでしょうと。だから、その出てくお金を創業率から計算しましょうって。だからもう出ちゃった、もう建設費はもう変わらないから、創業費をどうやって計算するかと。で、創業費の計算の仕方をね、それ、さっきの、なんていう、使用済み核燃料の量に応じて比例するっていうよりは、もう固定費用と変動費ってあるんですよね。維持費っていうかですね。もう、持っとくだけで点検しなきゃいけないとか、お金はあるわけですよ。ね。だから固定的なお金と変動費があるので、固定費と変動費に分けて、固定費はずっとかかるでしょうと。40年間。動こうが動く前が。ね。で、あと変動費は、まあ一応創業に合わせて比例して増えますよっていうふうに考えて。で、それぞれの計算をして、差額を求めるというふうにやろう。ね。ただややこしい。ややこしいと。で、さっきも言った3つのシナリオ。これはもう先ほど申し上げたので、いいでしょうと。で、まあ、あとはどんなふうにやるんですかと、まあ、めんどくさいので、あれですけども、まあ、再稼働したら、2021年4月、だから再来月1日から再稼働っていう、ね、一番勇ましいやり方ですけども、それで廃炉電まで 70%、これは原発事故前の設備利用率が 70% なので、そうしてます。で、燃焼度、これは核燃料1トンあたりどれぐらいまでエネルギー出すかっていう、燃焼率って書いてあったような気がするんですけど、燃焼どのことです。僕なんでか知らないけど、燃焼率かって書いてあったので、これ間違いなので、ちょっと直しておいていただければと思います。で、それを、まあ、計算しましょうと。これを基づいて計算しましょうということです。で、あと今、使用済み核燃料どれだけ持ってますかと。で、これからどれぐらい出てくるかっていうことで計算するわけですね。はい。で、まあ、あとこれは、もうこれはもう別に、ただの資料なので、どれぐらい貯蔵されてるかなんていうのも、今、ここはただの資料なので見ておいていただければいいですけども、公表は一応されてます。どれぐらいの、使用済み核燃料があってと。だからこの16,060トンの内訳ですね。これも大変なんですけどね、本当は。一番困ってるのは関電じゃないでしょうか、今。はい。だから中間貯蔵施設が危ない。どうしようなんていうことで、おろおろしてると。右往左往してると。こんなような状況が今続いてると。これも
公表されているもので、使用済み核燃料どれぐらい今ね、受け入れられてますかっていうのがある。で、これさっきの表を見てみる、あ、ちょっと待って、見てみると、どれぐらいこれから発生するのかって、さっきの、シナリオで推計したんですね。7511トン。前期再稼働したら7511トン出てくる。で、9期再稼働したら1566トン出てくる。これは使用済み核燃料ですね。で、16期再稼働すると3451トン出てくる。で、合計で2万6000とか2万1000とか2万2000とか、こういうふうに出てきますよと。で、この発生量で今後の収入額が分かるわけですよね。なんでかっていうと、この発生量かける、単価、1グラムあたりいくらって決まってるんですよ。払うお金が。だからそれが全部6カ所再処理工場の収入になるので、この発生量は、が分かれば収入量が分かると。で、逆に、3万2000トンに対してそれぞれ足りませんよね。だから操業率が落ちるはずなんです。もともと 100% が3万2000トンと考えると、操業率が落ちるわけで、そうなると、これが支出額に関わってくるわけですよね。だから支出が減るんですよ。収入も減るけど支出も減るんですね。収入も減るけど支出も減る。だけど支出の減り方が少ないんですよ。ね。そういう話を計算していきましょうということで、やるわけです。で、まあ、これは、どうやって計算するのかって話を、説明してるんですけども、まず積立額ですね。積立額もですね、一応ね、毎年ですね、毎年っていうか、公表されてるんですけど、とにかく分かりにくい。とにかく分かりにくい。さっきも申し上げましたように、仕組みが変わりましたから、ここ、玄関センターって言うんですけども、原子力環境整備促進推進管理センターっていうのが、2016年度まで積み立てを受け取って積み立てられてた期間なんです。で、そこがいくらぐらい積み立てましたかっていうのを公表してるんです。それのやつを、これ見たって分かんないと思うんですけども、ここをこんだけ積み立てましたと。ね。で、積立金取り戻しってあるんですよ。まあ、ちなみにこれ何ですかっていうと、要はさっきも言いました、前払い金なんですよ。ね。だって日本原燃ってお金だけかかってんのに何にも操業してないので足りないでしょ。なんで潰れないのと。普通潰れるじゃないですか。だからそれを取り戻して、日本原燃前払いしてるわけ。だから潰れない。本当はおかしいんですけども、そういうことやってる。で、まあ、これだけ、いずれにせよ、ただ5兆2000億円ぐらい積み立てたということになってる。まあ、その分、その前、3兆1000億円ぐらい使っちゃってるんですけどね。で、さらに、再処理機構に移って、どれぐらい収入があったかっていうのを毎年こうやって決算でこうやってやってるわけです。これもですね、ややこしいんですよ。いくら貯まったかもわかんないんです。だから、いちいちやんなきゃいけない。いちいちやんなきゃいけない。で、こうやって計算していって、例えばですね、2018年だと、拠出金収入が、100だから10億、1800億円ありましたとか、あと余裕金を運用して200億円入りましたとか、でその他収入入れて2260億円ぐらいになりましたみたいなやつを毎年やってるわけです、ね。で、こうやってやって、それが積み立て額です。で、あとさっきの収入、これからの収入はっていうと、積立金プラスこれからの収入ですから、使用済み核燃料の発生量かける拠出金単価ですね。だからシナリオはさっき言ったように7500トンぐらい、シナリオ2は1566トン、時間がなくなってきた。シナリオ3が、3400トンぐらいですから、これ掛け合わせれば出てくるんですね。はい。まあこういうふうに計算したら皆さんできます。ね、本当はこれ、やっといてくれればいいんですけども、私も計算してみて初めて、ああ、そうなってんだ、みたいな、ことになるわけです。で、最終的に出てきた収入額が、拠出金収入が積立金プラス、これまでの週、2019年度、2020年度、2021年度の収入推計も出て、2020年度の予算もあるんですよ。
で、さらに2021年度推計は私がして、プラスしたのがさっき言った10兆円ぐらい、7兆4000億円ぐらい、16期稼働で8兆5000億円ぐらいと、こうやって収入が出てくる、ね。はい。で、これは収入です。じゃあ、支出はどうなるのかというと、さっきも言いましたように、使用済み核燃料の量が減ってくると、稼働率が減りますよね。ってことは、支出額も減るんですよ。だけども、じゃあどれぐらい減るんですかと言ったときに、固定はもう減らないけど、変動費は減るはずだということで、丁寧に一つ一つ計算するわけですよね。ね。まあ、ざっくりと計算する。なんでざっくりかっていうと、ざっくりとしか数字がないんです。はい。ね、で、それを再処理と MOX 加工それぞれについて考えると。じゃあどうやってやったのということなんですけども、さっき言った、さっきの使用済み核燃料再処理機構が13兆何本とかこう出してるお金っていうのは、もう、タータンに並べてるだけで、何に何を使ったのか全くわからない。全くわからない。荒くて。だから、何が固定費で、何が変動費かわからない。ね。で、じゃあもっと前に、この再処理事業費っていうのは核燃料サイクル技術等検討小委員会の計算基礎になってる。まあ、ほぼ事業費が一致してるので、あそこの資料なんですよ。ね。だけども、それもまたこれも荒いんですよ。わからないんですよ。じゃあどこまでは行けばいいかっていうことでずっと調べてみると、2004年電磁連が出した資料が、これが一番今まで私たちが得られる資料の中で一番こう、確たるものとしてある。なんでか。なんでかっていうと、この時は本気になったんです。なぜ本気になったかというと、電磁連とか計算省。この時に積立金の額を、要するに再処理を進めるか進めないかを決めた時なんです。で、それを電気料金で回収する。電気料金で回収するってことは、計算根拠が必要なんです。ね。だもんだから真剣になった。よし、で、お金を取るから、ね、根拠なく取るわけにもいかないので、で、それを計算した。ね。で、それが、まあ、いわゆるよく言われる、再処理に対して18兆9000億円の請求書とか、なんかそんなの聞いたことあるでしょ。その話なんです。で、で、これが、まあ、ちょっと、細かいんですけれども、やっていくと、まあ、さっきも言いましたように、じゃあ、どうやってやるかということで、いろいろ見てるわけですけれども、例えばですね、ここですね、創業費5兆6800億円が7兆5000億円に増えてるんですよ。ね。増えてるとこ、主にここですよね。とかね。こうやって細かく見ていくわけです。で、設備も3兆3700億円が3兆8000億円に増えてる。じゃあ、ここの中身を見たらですね、2004年の中身を精査すれば、何が固定費で、何が変動費かが分かる。で、変動費をこう変化させてやればいいんじゃないかっていう話で見ていくんですよね。で、そうすると2004年になると、こんな風にね、細かく出てるんです。細かくつっても、これでも荒いんですけども、それでもね、こうやって、運転保守期のうち人件費いくらとか、消耗品費いくらとか、点検保守費いくらで、再処理本体、ガラス固化体、ガラス固化体貯蔵、低レベル廃棄処理水廃棄の、処理貯蔵にいくらいくらいくらとこう計算して、一つの表になってる。で、まあ、後でこんな風になってるんです。細かく、パッパッパと。これ全部でね、人件費はいくらっていうのもね、いちいち計算してるわけ。人一人に1日4万4500円払って、250日で1年間で運転年数とか、積み上げ計算する。ね。だから、それなりの信憑性はあるんですね。で、それをさっき言った、さっきのこの表をもうちょっときれいに直したのがこれで、5兆6800億円がこういう内訳になってますよっていうのがわかる。はい。で、その中で、じゃあ、この中は一体どれが固定費かって見ればいいんですよね。ちょっと時間があと10分なので飛ばしながら行きますが。そうやって見ていくと、これが固定費、これが変動費。これ38ページの、これが固定費っていう形で、じゃあこの変動費だけ、創業率に合わせて変化させればいい。ね。いうふうに考えればいいんですよね。で、もともとこれ9兆5、
500億円なので、もともとですね、これ 5.68 兆円だったのが、今7兆5000億円に上がってるわけですから、それをそのまんま割合、全く一緒にして、バッとこう、あの比率で、全部、さっきのこれをですね、こうしてやって、で、これ単なる推計です。要するに、5兆6800億円が7兆5000億円に、そのまんま膨張したっていうふうに見て、割り当てただけなんです。で、あとはこれを変化させると。ね、ここを固定費、変動費、変動費、固定費、固定費だからってんで、創業率に応じて変化させると。はい。で、変化させたら、じゃあどうなるかっていうのがわかるでしょうと。で、それでさっきの言ったこの費用が出てくる。ね、要するに創業率、に応じて変動費を変化させて、で固定費はもうあの節約しようがないですから、はい、あの創業では関係ないので固定だと。でそれで計算したのがこれだと、ね、でこれと同じことを MOX についてもやるわけです。 MOX もあのこの2004年の時だけ細かくあるんです、ね、だからさっきも言ったでしょ、あの情報がないんですよ。情報がないんです。ここまでいかないと。これで、これもまたね、昔のあのコピーですから、劣化コピーになってるわけですよ。ガチャガチャになってるわけですね。当時の、コピーのやつで、こんなになってて、まあさっきと同じです。だからまあちょっと見といていただければいいんですけども、これも固定費、固定費、変動費ってことで見て、ね、変化させると、どれぐらいになるかっていうんで、さっきの2兆400億円、1兆8500億円、1.91 兆円と、こういうふうに。なるわけです。で、こうなるとさっきの言ったように、まあ、これが一番ね計算のあれですけども、前期再稼働でも2021年4月ですよ。2021年4月再稼働したらこれだ。だけど1年遅れるごとに使用済み核燃料減っていきますから当たり前だけど。だって40年間なら40年間、60年間なら60年間、寿命がありますので1年間減るたびにあのどんどん使用済み核燃料の量が減っていくから創業率は落ちていくんです、はい、でどんなふうに減るのっていうのはちょっとしませんでしたけどもグラフかけるはず、はい、でそんなことです。だから結局どうなるんだと、必ず不足します。必ず不足します。だから必ず破綻します。どんなに頑張っても破綻します。破綻しないっていうんだったら根拠を出してほしいなと思うので、ぜひ突っ込んでほしいなと思ってます。はい。で、じゃあどうなるんだろうかと。多分ですね、さっきも言ったように失敗を認めないので、これからいけるって言ってるわけですよ。これがあの原子力事業者の大きな特徴です。いい悪いは別として。ね、で、だからこのまま見て見ぬふりをするでしょうと。だ今までそうでしたから。ね、で、じゃあ、いつの間にか、いずれ必ず10年後、20年後、30年後、あるいは40年後に不足を出てくるので、何らかの形で問題だと言い始めます、多分。はい。で、原発事故の場合もそうでしたから。原発事故の場合も、備えておくべきお金が足りなくなったら、それは電気料金が安すぎたって言って、未払い分があるっつって国民にツケがあるって言ったからね。逆でしょ。ツケがあるのは電力会社なのに、いつの間にか国民にツケがあるって言われるんです。それが今までのやり口ですから、不足分は必ず、どうやら多分消費者に転嫁するんじゃないかというふうに思います。はい。で、破綻するのは数十年後です。だから、で、しかも、衰退は避けられないので、もっと、まあ、まずいことになっていくと思います。で、その負担を次世代の若者が担います。今の若者ですね。だから非常に深刻だと思います。僕はだから早めに、あのね、破綻は避けられないので、じゃあどうすればいいのかっていうのを、全世代的に考えた方がいいと僕は思ってます、ね。で、責任者に責任問わせると。いうことは大事。で目的を失う人。で、じゃあ結局ね、足りないのは分かったと。
で、拠出金、じゃあその別の角度から見てみようってのはこれなんだ。拠出金単価ってね、1グラムあたり500、何本とか書いてあるんですけども、これ何ですかって話なんだ。で、それを、普通のウラン燃料と比べるとどれぐらい高いのっていうことを計算、真面目にやってみたっていう話。で、それで、ウラン燃料って大体1トンあたり3億円なんですね。これ基準で考えましょうということで、これ逆算してみたんですね。あの使用済み核燃料1トン処理すると、まあ、8.25キログラムが得られると。これ証言があるわけです。で、プルトニウム、モックス1キログラムあたり80から90グラム。まあ、60から70グラム。BWR の場合はですね。なので、それぞれ85グラム、65グラムとすると、モックス1トンあたりのプルトニウム含有量っていうのは85キロとか65キロになると。で、逆算してみると、PWR モックス1トン、要するにモックス燃料1トン得るのに、10.3トンの使用済み核燃料を再処理しないといけない。簡単に言うとですよ。そうすると逆、じゃあ、その 10.3 トンっていうのは、いくらやねんという話なの。その再処理のお金。で、払ってるお金は1グラムあたり584円ですから、これ単にかけ算したらいいんですね。そうするとですね、PWR モックス1トンに70億円払ってる。ね。いくらですかと。ウラン燃料1トン3億円。PWR のモックスは1トン70億円です。だから20倍以上。何してんですか何してんですか、うん、だからね、もうわけわかんないことになってます。ええ。で、それは皆さんのお金ですからね。ええ、で、まあ、じゃあこれで、まあ、これでもう、プルトニウムの利用がおかしいなって話が分かったと思いますが、じゃあ原子力規制委員会何してるんですかって話で、経理的基礎ってやってるんですよ。ね。で、まあ、いろいろ審査官が出てやってるんですけども、何やってんのか、これね、公開版とかあるんですよ。公開版と非公開版があるんですね。ね。都合がいいものは、都合がいいものしか出さないって僕言ったでしょ、さっき。だから情報が得られないんですよ。得られないんですよ。なんで非公開にする必要？誰と競争してるんですか、この人たちは。で、民間事業だからいいかじゃないでしょ。これは全然競争性ないんだから。他の、モックス燃料を作ってる別の企業があれば、それは当然ながら、民間企業同士の競争にね、問題があるからっていうんであるかもしれないけど、別にいいじゃないですか、そんなのね。と私は思うんだけども、公開版と非公開版があるらしいと。私はこれ赤いのつけたんじゃないですか。勝手についてるんですからね。で、こうやってやってみると、何してんだろうなって見るとですね、再処理等の費用はね、に関する回収って書いてあって、これは再処理事業に必要な費用を拠出金により確保することが定められている。で、再処理区が支払いがされることになっている。だから大丈夫だって書いてある。だから、わかりますか？実際に足りなくなるんじゃないかとか、そんなことを決めてるんじゃないんです。拠出金もらってるから大丈夫ですっていうふうに日本原燃が言って、ああ、そうですかって感じ。そういうことなんです。ね、モックス燃料加工事業もそうなんです。ね、そんな感じなんです。で、中身も、これちょっと今日はここまでしか見せませんけども、真っ白のところ結構あるんですよ。多分黒塗りにすると黒塗りだって言われるから白塗りにしてるんだと思うんですけども、のり弁って言われるの嫌だから白くしてるっていう。どっちなんだって感じなんですけど、まあそれはそれといいとして、まあそういう、ね、白くしたいのが好きなんでしょう。まあそれはそれでいいとして、まあそんなことやってるんです、ね。で、結局ね、これ戻ってくるんですけども、本当はまずいんですよ。ね。本当は足りなくなるんですよ。経営状態の悪化が出てくるんです。本当はこっち側だったらですね。経営状態の悪化で再処理できなくなる。これは正常なシグナルなんです。当たり前ですよね。コストがで、変なね、工程持ってる工場がめっちゃ高く作ってて、隣はいい工程持ってて、もうお金足りない。どうしよう。これは正常なシグナルなんですよ。ね。これが正常な市場のシグナル。それを断ち切って、
何が何でも高かろうが何であろうが、とにかく成立するようにした。まあ、それは再処理を支える仕組みなんですけども、これは同時に市場シグナルを切ったんですよ、ね。経済的なシグナルが働いてるのに、それをわざわざ切った。だからまあ本当にこうなってて、さっきも言いました、もう本当に責任分章してるんです。国は何するかって言ったらな、法律にね、使用済み燃料の再処理等の着実な実施のための措置を講ずるって書いてある。なんでするのって書いてないんですよね。することだけが書いてある。で、環境整備するんだとか、あと省令定めてね、やって、あと核燃料サイクル交付金も出してるとかね。まあそういうことやってる。で、原子力規制委員会は規制基準を持って各種の検査とかしてますよね。そういう審査を行う。で、使用済み、で、じゃあ、再処理事業の実施主体はどこかってあるね。ここなんですよ。使用済み燃料再処理機構がすることになった。ね。で、日本原燃は再処理業務の一部を受託してるって、まあ、一部かって思うんですけど、一部じゃないだろう。全部じゃないのって思うんですけども、一部ってことになった。一部一部これ一部なのって思うんですけど、まあ、一部。まあ、どっちが一部なのって感じなんですけども、で、そういうことをやってる。で、電力会社は資金を納付する。で、再処理等の責任を負うって書いてあるんですけど、何の責任かっていう、要するに資金を払うって。で、分証してて、じゃあ、再処理は必要かって言ったらね、例えば日本原燃にね、そんなことやるなって言ったら、いや、これは国の事業ですから。で、国に言うと、国はいやいや、これは再処理機構にいたがやる事業だから、みたいな。で、安全性はっていうと、規制委員会。で、結局ね、誰に聞いても、じゃあ、ほんまにそれが必要なんですかっていうことを、に対する責任って誰が取ってるのって言われるとね、文章してるんですよね。捉えどころがない。まあ、そんな感じ。はい。ということで、ちょっと2分オーバーしましたが、まとめですけれども、再処理事業は莫大に増えていると。これはもう前提。で、3万2千トン40年で、まあ、再処理するっていうプランで、初めて成立します、ね。で、再処理費用はもう、まあ、今回割引率は考えてないんですけども、今の金利状況からすると、いいだろうと思って、まあ、基本、省略してやってるんですけども、基本は多分、まず間違いなく不足します。っていうのは、だって使用済み核燃料少ないんですから。ね、で、あと、で、今回の場合はもう理想的に、ことを考えてますけれども、再処理事業は、まあ、破綻してるというか、必ず破綻します。にもかかわらず、市場シグナル、要するに経済的な法則が、今は、貫徹しないようになってる。だけども、必ず貫徹しますから。で、こういうの政府の失敗っていうんですけども、まあ、無責任の構造とか、まあ、政府の失敗だなと思ってるんですね。で、まあ、私はですね、この破綻するような事業を今から突っ込んで、どうするんだと。要するに、あ、何してる？で、しかも高いわけで、まあ、払っちゃっても、まあ、しょうがないからやるしかないっていう、特攻？みたいなのが好きなのかもしれないんですけども、そういうような感じに私には見える。で、次世代が、ね、その負担を負うんですよ。で、再処理工場の、廃止、廃炉とか廃止って言いますけども、ものすごい壮大ですから。はい。40年間操業して、何十年間置いといて、まず解体のための工場を作って、で、その工場を建設し、何十年間経って解体していくんですよ。で、解体した後にまた放射性廃棄物出るでしょ。もうね、100年とか。今21世紀ですけど、多分23世紀ぐらいな。22世紀、23世紀。さっきのイギリスの話で出てきましたけども、イギリスの話では、まあ、まともに、あれは22世紀の課題だってよく出てきてますから、ね。彼らは、まあそういうふうに、まあ彼らも無責任だと思いますけども、これがね、あたかもうまくいくっていうのは、ちょっとないんじゃないかなっていうふうに、私は思っています。ということで、費用から見た、負担と無責任の構造についてお話ししました。
どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。あの先生がこれを政府の失敗と言いますっていうのわざわざこう政府の失敗と言わないと気づかないのか、気づいているけど言わないのか、これを政府と失敗と言いますって、あんまりこれは誰かさんの失敗と言いますって世の中で言うことってあんまり多くないと思うんですけど、それをあえて言わないといけないっていう、こう、あの環境経済学でね、あの市場の失敗、政府の失敗と、あ、なるほどなるほど、そういう専門用語なんです、失礼いたしました、でもう間違いなく政府の失敗なんですけども、はい、まあ、そんな感じです、ね。なるほど、はい。失礼しました。私、環境経済学なる学問を全く勉強したことがないもんですから、失礼いたしました。ありがとうございます。あの、私もいくつも質問があるんですけれども、会場からも、あの、パラパラと質問をいただいているもんですから、残る時間を、その質問を先生にあの投げかけさせていただきながら、あと9時まで皆さん、先生もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。最初にですね、あのこれ、まあ、今先生がこういうふうに計算をされたものについて、これ政府の方にぶつけると、政府は何が違うからあなたの計算は間違いですよというふうに言うんでしょうか、何かこう反論というものがあり得るんでしょうかというご質問が来てますけど、いかがですか、あるいは答えがないんで、会話が成り立たないだけですか。違う、私対話する場所に行かせてもらえないのであのいくらでも行く用意はあるんですけども、あのそういう場はないです、はい、で発表するでしょ、発表しますよね、で原発のコスト発表しますよね、電力料金あの再稼働しあのやめて廃炉したら 安くなりますみたいなやつをやると、なんかね熱心に読んでるらしいんですよ。あのそれを報道した電力新聞社があの電力会社から電話かかってくるらしいんです。ご説明に行きます。で、ここがこうです。だけど僕には一切来ないですよ。僕は別に間違ってようが あってようがいいんですよ、僕は。間違ってたら指摘してほしいんで、僕にして、はい。だから指摘してほしいなと。いつも思ってるんですけども、あの私はあの真実が重要だと思ってるんで、どっちでもいいんです、はい、そうすると今ここにご出席のご臨席の国会議員の方々に国会に呼んでいただいて、質問をもっともっと、もうすでに1回も終わりかと思いますがしていただくっていうのは一ついいかもしれませんね。はい、ありがとうございます。あとですね、あのこれ最初はそのウラン燃料がまあ枯渇して燃料が高くなってっていうようなことが想定されてっていう話でこう再処理って始まったと理解しているんですけれども、まあ、そのうちこう費用が全然足りないというか、やればやるほどお金が出ていくみたいな流れになっていくということが、まあ、先生の計算だと分かっていくわけなんですが、これもともとそのできた時っていうのはビジネスベースでも持っていくだろうなという計算で始められたものなのか、それはまあいろんなチャレンジがある、新しい最先端の技術でもあるし、いわゆる国策でもあるので、まあ、どうあっても国があの抱えであのやる企業には損はさせないし、そのことで止めませんよということの意思を持って最初から始まったのかっていうのは、これはどっちなんですか。あの最初はあの最初より安かったですね、ちょっと何千億円かですよ、うん、はい、であとあのもう一つあのウラン燃料が足りなくなるっていう、要するに需給が逼迫して燃料費が高くなるっていうふうに、まあ、あの絵を描いてたんですけど、途中から一切言わなくなったんですけど、あの見積もり以上にどん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 増えていくっていうことと、そんなあのウラン資源のウランどちらかというとダブつきますから、ダブついてますから、そんなあの高くならない、うん、まあ、多分あれですよね、核燃サイクル自体がこう文書が撤退するなんてことを思ってもいなかったということもまあったんですけども、そうですね、あとですね、あのそれにも関係するんですけど、先生の質問でいただいてるんですが、質問先生の表で言うと25になるのかな、あの各電力会社がこう供出金単価でどのぐらい負担していこうかなっていうような表を見せていただいたかなと思うんですけど、あのご質問はですね、あのまあ、私たちが使っている電気料金の、まあ、どのぐらいかが再処理のこの維持の方に回ることになるんですかっていうご質問なんですが、なまあ、そんなに何割なんてことにはならないんでしょうけど、どのぐらいが、これ原発の比率が上がればそれはその分は上がりますね、はい、であれいくらあったかな、あの年間いくら、あの
核燃料の今燃料費より高いぐらいなんですよ。結構だからそんなにね、あの多くはないんですよ。あの電気料金っていうのはあの原発だけで成り立ってるわけじゃないので、発電に水力も火力も原子力もあって、今原子力の割合少ないっていうことと、で原子力の費用の中でも、建設費から維持費から燃料費とかあるんで、これが上がったらめっちゃ増えますとか、そんな感じでは全然ない、はい、あの全体からすればですよ。だけどまああの余計な費用を取る、あの原発を、ね、動かすと、だから僕はあの原発のコストを安くしようと思ったら最初にやめることだと思うんですけども、最初にやめたら安くなると思います。うん、まあ、でも原燃料よりも安、ね、高くなるなら当然やめたら安くはなりますよね。そんな感じでね、あの質問でいただいているのはですね、日本原燃からすれば6カ所を操業しなくても、あの、まあ、積立金前払いによって安泰なので、まあ、安泰、日本原燃自体は安泰なんだが、6カ所を操業する方が確実に損をするという理解で良いんでしょうかと、それとも損失を被るのは日本原燃ではなくて最処理機構に金を出している原力会社、私たち電力消費者なのでしょうかというご質問いただいてますけれども、これはいかがですか。これ結局どうなるか分かんないんですね。あの電力会社はもう責任逃れてるんです。あの拠出金を払った段階で責任ないんです。はい、もうその2016年の法改正からですよ。あのそれまでは違いますよ。だけど今は電力会社はもう払っちゃってるのでいいって話なんです、うん、でじゃあ原燃はって言われたらちゃんと払拠出金払ってよって話。あのだから誰が結局そのツケを最終的に負うのかっていうのは、あのツケがないことになってるので誰も考えてませんね。うん、誰も考えてませんね。これあの歳出拠出金法が成立した2016年ですけど、これアメリカ、私専門がアメリカなんですけど、アメリカからもこう猛烈になんだその生きながら、させるためだけ法案みたいなのはみたいな感じで批判がゴーゴーで、誰だかゾンビ法案だとかなんとか言っておられたかなと思うんですけど、あの結局それをもってしても今のところはちゃんとその責任の所在の行き場所っていうのは先生から見ても見えてこないわけですね。そうすると不足した場合どうなるのかっていうことは考えられてないので、うん、はい、考えられてないので、だからその経理的基礎とかやるときにもうちょっと真剣にやってくれるといいかもしれないですけどね。これなんでイギリスだとかドイツだとか、まあ、これあもうそもそものになっちゃう、イギリスだとかドイツだとか、まあ、それこそアメリカだってやっちゃいないんですけれども、商業用の再処理はこれが日本だけ特有にこんな風に残る。あとも再処理進めてる国って言ったらロシアとか中国とかがやろうとしてて、あのまあ言葉は難しい、まあ、権威主義的な国っていうふうに表現しますけど、あの国が全部管理してる国ばっかりですよね。その違いっていうのはどこにあるんですかね。これはあのやっぱり日本は、まあ、これはあの私の専門っていうよりね、あのこちらのインディーさんのあれですけど、やっぱ機微技術を持ちたい、その可能性を放棄したくないっていうのはあるんじゃないかとよく言われますよね。じゃないとちょっとね説明できないですよね。経済的でもないし、うん、破綻するし、だって作ったって原発どんどんなくなっていくのに、これ今回それは入れて計算してませんね。あの本当は原発がなくなるんだから、うん、あの作ってもあの消費できないって話がまた出てくるわけ。本当はその制限もある、ね、本当はその制限もあるので、もっと操業率下がるはずなんですけども、だけどそれは考えないで今回計算しましたけど、原発がこれからどう考えても縮小するのに再処理だけして誰が使うのってやっぱ基本あると思うんです。もういらないですよ。しかもモックスも高くつくんじゃどうしようもないですよね。そういう意味で、本当に何してんだか分かんない。私はちょっと理解できないので、これこそねもうあのうん、是非をきちっとね議論しないと本当まずい、本当にまずい。そうですよね。質問ですけれども、あの発表した ND の、 あの研究員の方への質問も来ているんですが、
ドイツについてとイギリスと1点ずついきましょうか。ドイツでは再処理工場が地域住民の反対運動等によってことごとく、潰れていったと。他方、日本の6カ所再処理工場で同じようにならないで、むしろ稼働再開はされようとしているが、なぜこんなに大きな違いがあるんでしょうかという質問が来てますけれども、これは久保木さん、お願いできますか。そうですね、なんか、今の、ね、大島さんの話なんかも聞いてると、本当にもう日本がとにかく独特すぎるんじゃないかっていうような気もしてくるところでは、あるんですけれども、もちろん、なんていうか、そうじゃない観点からもいろんな違いがあって、例えばあれですよね、6カ所再処理工場のところって、もともとその工業施設とかをこう誘致するというところで、それで要は再処理施設だって言わないで、土地はもうすでに持っていかれてて、そこに後からこう再処理施設が入ってきたみたいなところがあって、こう土地はもうすでに取られてて、こう土地を渡さないっていう運動ができなかったとか、なんかそういった特殊性とかもあるんですけども、ただ他方でやっぱりその、ドイツの運動が確かにかなり粘り強くて、規模も大きいってことは間違いないんですけれども、当然6カ所もかなりやっぱり粘り強い運動というのはありまして、訴訟等のアクションもかなりあるわけですし、技術トラブルで言ったら、本当6カ所もね もう何十回も 20回とかね、技術トラブルで稼働延期になってますし、そこに関しては本当に、なんていうか、一緒というか、やっぱり6か所も止まるべきようなところはあるんですけれども、やっぱり今の大島さんの話をもうちょっとこうざっくり言ってしまうと、やっぱこう国策っていうところがやっぱ日本だと大きいのかなというところがありまして、私がその日本とドイツの違いで、許認可システムだとか、その州政府の権限、その地方自治みたいなところの働き方が違うんだみたいな話もしましたけれども、やっぱりそのドイツは国策っていうものに対してやっぱものが言えると言いますか、それに対して、やっぱりコスト計算とかしたらこちらできないよみたいな話があるんですけれども、どうしてもその日本だともう本当にそういうマイナスのコストがいくら出てきても、国策っていうものに抗えず、それに粛々と従っていくというようなところが、その気持ち的な部分ももしかしたらあるのかもしれないですし、やっぱり制度的にもそういうふうにコストをかぶらなくて、例えば青森県だとか、もはや電力会社がそういうコストを被らなくていいっていうような話になっているわけですから、やっぱそういった、国策っていうところが大きいのかなというふうに、私としては整理しています。ありがとうございます。国策と言われたときに、私、基地問題もだいぶやってますけど、国策と言われたときに、この切り崩しのできない国の国策という単語の強さみたいなものが確かにあるかもしれないですよね。ありがとうございます。それからですね、イギリスについても1点だけ、ちょっと質問をさせて、たくさんされた方、すいません、1つだけイギリス選びたいと思いますけど、イギリスは再処理からは撤退したということなんですけど、原発の状況はどうなってるんでしょうかということに、ご質問いただいてます。これ、平野さん、お願いできます。原発、イギリスの政府は原発は推進しているんですね。現在も国内で15基が原発が稼働中ですし、これらは2030年までに全て運転終了されるというお話なんですが、新規で新設する予定の原発も存在はします。で、特徴的かなと思うのが、イギリスでは二大政党、労働党と、あと保守党、いずれも原発を推進してきたんですね。ちょっと歴史をたどると、2007年に労働党のブレア政権だった時に、地球温暖化などの課題があって、原発の新設を強く推進する政策が取られたんですね。で、その後の保守党でしたり、今のボリス・ジョンソンの政権も新設を方針としています。で、ただ、先ほども少しお話ししたように、イギリスは軽水炉を、世界の主流の軽水炉を建設する技術はないので、原発を新設するとなると、海外から輸入するしかないんですね。で、皆さんもよくご存知だと思うんですけども、日本の日立と東芝もイギリスに原発を新設しようとしたんですが、コストのこちらの日本とイギリスの両政府が補助金など出したりしてはいたんですけれども、
やはり経済性に問題があると、まあ、コストが高すぎるということで、撤退しています。今でも海外企業が一気新設しようとしている原発があるんですけれども、そちらもコストの問題だったり、課題を抱えて、まあ、建設もスムーズにいっていない状況ですね。なので、原発の活用、まあ、原子力活用、イギリスは再処理でもコストの問題で撤退することになっていますし、まあ、コストの問題は原子力活用について、ついてもあるのかなと。例えばアメリカとかでも、まあ、経済性がないっていう理由から原発産業は衰退していますし、まあ、そういう意味では、まあ、日本は特殊な立場にあるのかなと、まあ、これからは原発とか、まあ、再処理の経済性がより問われていくんじゃないかなとは思ってます。はい、ありがとうございます。確かにこれから問われるようにしていかないと、本当にこの国お金が、昔であればね、その右肩上がりの経済状況だった時代も古くにはあったんでしょうけど、そんな状況にはコロナでさらになってないんでしょうから、そこをちゃんと、まあ、やっぱり国民の目線で見ていかなくちゃいけないのかなというふうに思います。ちょっと時間が過ぎてますので、最後一問ご質問を大島さんにさせていただいて締めていきたいかなというふうに思います。国会議員の立憲民主党宮川新議員からいただいたご質問です。本日たくさんの国会議員の方にご出席をいただいてありがとうございます。質問ですが、政府はコストに関してワンスルーは、キロワットあたり1円、再処理は 1.5 円と説明をしていますが、先生の話ではウラン1トンは3億円、プルトニウム70億円と話されていたと思いますが、その違いはどこにあるんでしょうかと、今年操業はできそうでしょうか、昨年から遅れている理由と現状について何か情報ありますでしょうかというご質問をいただいております。大島さん、よろしくお願いいたします。はい、ちょっと、そこのね、違い、率直に言うとよくわからないんですよ。わからないっていうのは、拠出金単価はどうやって計算してるのかなとか思うんですけれども、わからないんですよ。結果だけしかないので、はい、でだからそこのどっかで整合性があるのか、分かんないんですけども、そこの計算のね仕方が分からないので何とも言えないですね。はい、で他方ワンスルーの場合と最初リストの場合 のコストの違いっていうのは一定程度、原子力委員会で2011年で計算したものを元にやってはいます。はい、でこれちょっとその違いがね、どうなってるのかっていうのは、私も知りたいところで、ちょっと調べてみたいと思いますが、拠出金単価がわからないので、なかなか苦しいなと思っているところです。今年ですか、まあ、近く創業できそうでしょうかと。まあ、そうですか。創業どうなんですかね。これ、今はもうその、あとはもう行きますよっていう話にはなってますよね。だから どうなるか分かりませんけども、どうですかね。やめた方がいいと私は思いますけどね。やめた方がいいと、当然ながら思いますけど、っていうのは全部が汚染されてしまうので、まあ一旦一回アクティブ試験してますけど、もう一遍本格操業しちゃったりすると、手つけられなくなりますからね。あれ、基本はノーメンテナンスですから。近づけないので、基本は。非常に強い放射線を放つようなものがいっぱいあるので、やめた方がいいと私は思います。今ここで立ち止まった方がいいというふうに私は思っています。はい、ありがとうございます。ちょっと時間が過ぎてしまいましたので、他質問をいくつもいただいているんですけれども、このあたりで、終了にしたいかなというふうに思います。最後に今最後まとめていただいたような雰囲気もあるではあるんですけども、差し支えなければ大島さんから一言いただいて会をおしまいにしたいかなと思うんですが、大島さん、最後一言よろしくお願いいたします。はい、今日はコスト、再処理のコストについてやりましたが、まあ、私もわからないところたくさんあるんです。はい、なんでこうなってるのかとか、あとそのどういうふうにして意思決定して何ですか、その操業がうまくいくと、こんなふうに、経理的基礎の書類の作り方とかね、
本当は見たいことはいっぱいあるんです。見たいこと。だけど議事録出てこないので、わからないんです。何にも。ええ。で、請求しても出ないんですか？請求しても出してくれませんか？お話ししてもね、出してくれませんので、まあ、そういう状況にあって。でも、お金取ることだけ決まってるんです。だから払ってる人間がなんでこうなってんのってことが知れないっていうのが今の原子力の事情なんで、これはコスト面でもだけでもなくて、多分いろんなことであるんだと思いますので、ちょっと注意、ただこれは市民が関心を持たないと、もういくらでもやれますから、出せと言われたら、やっぱ出さざるを得なくなってくるんでね。そこはちゃんとやらないと、もう、進むっていうことだけになっちゃうんじゃないかというふうに思っています。はい。以上です。ありがとうございます。原発全体の問題も本当に大きな問題で、もうじき 3.11 から10周年迎えますけれども、まあ、未だ、国民の世論調査では反対の方にもかかわらず、まあ、さらなる稼働に向けて、まあ、動いているというのはあるんですが、さらに再処理については反対というか、まあ、そもそもあんまり国民の関心も再処理に限って言えばですね、そんなに残念ながら強くない中で、まあ、お金ばっかりかかる中、無謀にもこれから、まあ、その国民のあまり、まあ、反原発に比べるとその強くないかもしれないというか、まあ、反対が多くないということでもないと思う、まあ、関心が原発ほど強くない中で、無謀にも突入をするのか、稼働にというところでもあると思うので、今先生がおっしゃってくださったようにですね、やっぱり国民が関心をし続けて、声を上げていくということが、まあ、一番のストッパーになっていくことは間違いないだろうというふうに思うので、まあ、私たち ND でも、そして今日参加してくださった皆さんにも、ぜひこの問題、注視をしていって声を上げていっていただければというふうに思っております。よろしくお願いします。本日はお一人お一人をご紹介したいぐらいいろいろ懐かしいお顔もですね拝見はしているんですけれども、ちょっとお一人ずつ挙げていると100人を超えるたくさんの方に参加させていただいているものですから控えさせていただきますが、部員の方、メディアの方、それから青森の現地からもご参加いただいてます。それから近く北海道の方も大変影響を受けるということで関心を強くお持ちの方が多いかと思うんですが、ご参加いただきまして、ありがとうございます。それ以外の方も本当にありがとうございます。本日は講演会こちらで、終了したいというふうに思っております。ありがとうございます。では改めて大島さん、それから久保木さんも平野さんもですけれども、特に大島さん、本当に長い時間専門的な知識をいただきましてありがとうございました。ぜひこれからもよろしくお願いします。皆様拍手で、最後締めたいと思います。大島先生ありがとうございました。ありがとうございました。